視聴者のウミガメのスープも新鮮な魚介。イエーイ、古川です。エビです。最強クイズ王集団カペリティオチャンネルです。よろしくお願いします。はい、今週もやってきました。はい、はい、たくさん送られてくる視聴者の南のスープから僕が厳選したものを ね出していきますよ。ありがとうございます。厳選だよ。厳選です。うん、今週も5分以内に言っておいてください。はい。おります。ウミガメのスープとは、出題された不可解な状況に対し、回答者がイエス、ノーで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームです。最終的に出題者が想定した真相を突き止めることができればクリアとなります。ということでまた、おーい、すごい、この声は、はい、高垣彩さん、ありがとうございます。フルーティアそうね、1個だけ言ったあ、そうあのこの間僕お会いしたじゃないですか、杉山さん、うん、で、はい、ご挨拶もしてもらったんですけど、はい、あの綾木さんが、うん、北斗の拳 の, あのヒレブのやつあったり、はい、ありましたね、あれを見てくださって、コアなやつを、ね、いっぱいある中であれをウミガメだけ見てたとかじゃなくて結構ちゃんと見てくださってるみたいで、そ、私の名前、使ってくださって、出てたもんね、確かに、うん、カババークがあるみたいな、綾ヒレブみたいな、なったやつ、安倍氏やヒレブってなったのを、まあ、心よく許してくださって、はい、嬉しかったですみたいなこと言っていただいて、ありがとうございます。じゃあ、早速、いはい、行ってみよう、イエイ、始まり。では、本日第1問目は禅の新研究さんからいただいた、禅の新研究さん、禅の研究の、ね、新、新しい研究の新、はい、新しい、はい、あー、はい、なんかだいぶなんかとんがった名前をしてますね、西田喜太郎だよね、質素遺伝子という、もうすごいな、質素遺伝子、いやーワールドがあるなこの人の、怖くなってきた、頑張るか、ね、新品のノートが書きにくいと思った高橋くん、試しに質の悪い裏紙を使ってみると格段に書きやすくなったという、一体なぜか、うん、おい、その書いたのは鉛筆ですか、でもいいと思います。あ、そうなんだ、あらららら、ね、なんかそこ関係あるか、うん、はい、新品のノートが書きにくいっていうのは、はい、鉛筆でそのノートに文字とかが書きにくいっていう、そうです、うん、高橋くん自身の職業、年齢などの属性は関係ありますか？うん、設定上あるというか、職業設定ある？ありません。学生とか？まあそうですね。お、うん、じゃあ子供と考えていい？いいですよ、うんうん、小学生でいい？はい、解説文は小学生となっています。なるほど。はい、新品のノートに書いたのは授業中？はい、質の悪い裏紙を使ってみるっていうのは、質の悪い裏紙に文字を書いた？いいえ、うん、はい、絵を書いた？いいえ、質の悪い裏紙何か書いた？いいえ、そうだね、使っただけなんだね、うん、うん、なるほど、新品のノートが書きにくい理由があって裏紙を何か使ったら書きやすくなったってことだ。はい、裏紙自体がヒッティングというわけではない？違います、うん、はい、そのノートが書きづらいのはその土台が悪い？はい、うん、はい、じゃあデコボコしたところで書きづらかったので裏紙を下に挟ませることによって書きやすくなった。惜しい、うん、なんかね、ちょっとね、そうだよね、なんだろう、裏紙をっていうのは要はそのなんか束にして平らにした？違います。あ、違う。じゃあそもそも机がデコボコしているのですか？机の表面はデコボコしていません。もう、机じゃないところで書いてる？机で書いてます。おう、普通の机？はい、うん、学校の机、はい、でもさっきなんかその土台が悪いって言ってたよね。はい、はい、机が傾いていたため足りない足の部分に裏紙をかませて書いた。正解！それしかないよ、土台ってそういうことだね。なるほどね。よっしゃ、やった。
はい、小学生のたかしくんは学校の机がガタガタ揺れるためノートが取りにくかった、うん、そこで裏紙を折りたたんで机の端にかませてみると机は揺れなくなりノートが取りやすくなったのだという問題でした。わー、やったー。確かにこういうことはある。まあ、ガタガタするのあるよね。椅子の足とかね、結構揃ってなかったりするからね。はいはいはい、はい、時間は2分6秒でした。おー、よかった。これやっぱり使ってみるとっていう言葉が上手だよね。なんかね、書いたように思っちゃうもんね、最初やっぱり。はいはいはい、窒素遺伝子。俺も今思った、確かにこの問題で。いや、すごいセンスやな。きっかけでもあんまないんだよね。そう窒素遺伝子。単にこの人の言語センスがすごすぎるんだなって。禅の新研究さんだもんね。問題は結構普通だったんだけどね。そう正統派なのにさ、並々ならぬものと感じますね。確かにね、そのあれかな、鬼人だと思わすと正統派に言ってあんな、だとしたら大成功だけどね。鬼人感は、はい、全の真剣でした。ありがとうございました。ありがとうございました。第2問、湯上家みたいな。すげえよね。アグさん、アファームド B さんからいただいた。なんかすごい名前で。いや、ほんとだね。アファームド B さん、アメリカ競馬の三冠馬でアファームドっていう馬がいるんですけど、それくらいにしか引っかかんないからこういう名詞だったんですけど、アファームド B さん、胸騒ぎという問題がいたと、はい、プライスマムでした。もう頼むよね。男は外の様子が気になったので靴を脱ぐことにした。一体なぜ？ウミガメみたい、ね。自然現象関係ありますか？いえ。外の様子というのは家の外ですか？いえ。よし。はい、靴を脱いで何かに乗りましたか？はい。お、台に乗った？いえ。人に乗った？いえ。乗り物出てくる？はい。地面を走る乗り物？はい。電車？はい。はい。子供が電車に乗ってて外の景色が見たくなり靴を脱いでこうやって椅子に乗った！シェイクタイム！3人と協力全員がね、やったよ。公園の近いみたいな何かがあった。兄弟の交わしたわ。はい、男は子供、電車で窓の外の景色が見たかったので、うん、靴を脱いで座席の上に立ったのだったという問題でした。やったー。早い。いや、早かったね。最短ルート、本当に通っていったよ、なんか。そうだね。家の外みたいなのと、なんか何かに乗った電車みたいな、なんかたまったもんじゃねえけどな、こんな。いや、ほんとだよ、ウミガメヤクザ久々に現れたなと思ったよ、正直。いや、でも、ね、あ、すごいシンプルでいい問題だね、ほんとに。これはいいね。いや、ほんとにこういうことじゃない、ウミガメのスープってね。そうね。綺麗だなぁ。た感じのなんでっていうおかしさもね、うん、そうだから、これだけ削ぎ落とした問題みたいな、この納得感すごいな。好きなタイプだな、これ。女の子みたいな。これっぽい。ちょっと、気持ちが多いタイプのに、ね、好き好きこれ。時間は36秒でした。よっしゃ。いや、美味しかったですよ。アパートの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いい問題でしたね。いい問題だな、ほんと。それから、もらってないんで、言ってくれよ、もらえる。チャンネル登録してね。第3問、おーし。函館湯けむり愛好会さん。まあ、なんかなぜかまともに感じてしまうよね。まあ、まあ、的にね、まあ、結構変だけど、ね、そうだよね。だって、会が送ってきてるんだもんね。そうそうそう。人情花ヤンキーという問題が出てまいりまして、はい、たかしくんは喧嘩においては仲間内でもトップだが本人は喧嘩が大嫌いだという、一体どういうこと？はい、仲間内でもトップだがっていうのは仲間内で一番喧嘩が強いって意味ですか？ノーですね。おー、最初に出てくる喧嘩と本人は喧嘩が大嫌いの喧嘩は同じ喧嘩？そう考えても良いでしょう。はい、たかしくんは人間ですか？はい、何かゲーム出てきます？いいえ。お、
たかし君は子供ですか？いいえ。社会人ですか？はい。仲間内でもトップっていうのは何かの実力が一番ってこと？実力と言っていいか分かんないですが一番ではあります。でもそれは喧嘩の強さじゃないんだよね。違います。この喧嘩はこう肉体をぶつけ合う喧嘩ですか？そう思って差し支えないで。おそう。僕たちが普通に思ってる喧嘩でいいってこと？いいですよ。口喧嘩ではない。違います。1分経過。たかし君の職業は重要ですか？はい。スポーツ関係ある？いいえ。芸能関係ある？いいえ。喧嘩をする可能性がある職業？比較的ありそうなイメージはある。犯罪関係ありますか？はい。警察官ですか？はい。喧嘩？喧嘩をしてるのを仲裁するのがうまい？まあそうですが。なるほど。たかし君ははい、喧嘩を検挙する数はトップだけど本人は喧嘩が嫌いということ。正解！なるほどね。喧嘩においてはか。なるほどなるほどね。はい、たかし君は警察官。正義感の強い彼は暴力沙汰の検挙に全力しており、その件数は他のどの警官仲間よりも多いのであったという問題でした。いや、よくわかったね、これね。いや、素晴らしいわ。警察でそのトップっていうことが何かなっていうふうに考えてったら出てきたかな。検挙率みたいなこと、検挙数ってことだったな。はい、時間は2分9秒でした。あー、よかったよかった。なるほどね。やるじゃん。やるじゃニケ。やるじゃニケ。なんすか。それ涼介ゲームです。よく覚えたね。言い過ぎて覚えたさ。リコは好きなチャンネルでしょ。俺見てねえんだよ。だから俺見なきゃいけなくなるからね。いけないってことないけど。それ涼介ゲームさんっていうのはどのくらい登録者がいるの？あ、そうそう。7万人。いや、俺たちくらいだろ。めっちゃいい ね登録者数がいるチャンネルではないのかよ。同じくらい。まあこれは溶けてね、ウキウキシャンシャンってことですね。それ凌介ゲームさんがよく言うセリフだな、それはね。オッケー、オッケーはウキウキシャンシャン、ウキウキシャンシャンシャン、ピース。あ、見てんじゃん。面白いんだよな。凌介ゲームズ7万人分の2は俺たちだからね。はい、函館イケメル愛好会さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日ラストの問題、ここまで全勝できてますよ。よしよしよし。いざいざい。シャンシャンだよ。ね。覚えたの？バグさん。赤マリモさんからいただいた。おーい、おい、赤マリモ。赤マリモ。本来緑色なのに。すごい。そんなことある？もうめちゃくちゃ食いついてるんだよ。無題の問題です。うおー、かっこいい。いやー、いいね、これかっこいい。これ中二病心がすごいくすぐられちゃう。この剣はなんていうんですか？無名なんて。おー、かっこいいね。まあまあいいよ。無題がかっこいいで分かったから、それは。はい、お願いします。はい、男は目的地に向けて出発したが、いざその場所に到着しても、すぐに来た道を引き返す羽目になった。どうしてだろうか？はい。スポーツ関係ありますか？いいえ。ありそうだね。ね。うん、はい、目的は達成されましたか？この時点ではノーと言っております。なるほど。じゃあ、引き返したのは不本意なことでしたか？はい。ほんほん。乗り物出てきますか？いいえ。はい、目的地っていうのは特定の地名ですか？いいえ。特定の施設などですか？いいえ。うお、施設でもないのか。現実の話ですか？答えづらい。あー、なるほど。じゃあちょっと察しよう、そこは。じゃあ、なんかゲームが出てきます？はい。おー、うん、位置情報ゲーム出てくる？いいえ。アナログゲームですか？はい。おー、スゴロク？はい。おー、あー、じゃあいいのかな。はい、男はスゴロクをしていて、そのサイコロを振って出た目の通り進んだが、その場所が、2マス戻るとかだったので来た道を引き返した。違います。ごめん。残
り2マスで上がりになった男は3の目を出してしまい上がりを踏んだが1個戻った。正解。よっしゃー。そうね、はいはいはい、フォローがうまいな。うまいな、詰めるだけですよこんなものは。男はスゴロクをしていた。ゴール目前でサイコロを振ったが上がりまでの残りのマス目よりも大きな目が出てしまい、その分だけ手前に戻ったんだったという問題でした。やだー。いや、あるね、そのルール。あるね、それは。そうね、みんな知ってるとは思うけどね、スゴロクってやるかな今でもね。どうだろう、俺たちの子供の頃やったけどね。みんなのなんかね、遺伝子の中にね、質素の遺伝子の中に染み付いた何かがある。質素は余計なんで。染み付いた何かがあるから、あるあるをね、やっぱり上手に使われてますな、ね、これね。あ、すごく作ってたけどな、小学校の時とか。時間は1分21秒でした。よっしゃー。早いね、高まりも。ありがとうございます。ありがとうございました。やられちまったな、今回も全問正解か。いやー、やりましたねー。腕が違いますよね。ウミガメスレイヤーですかね、我々。ウミガメ側を倒してたんですよ、殴っての、うん、でもいつかね、もう視聴者側が4勝するような、うん、そういう未来もあるか。そういう回をね、はい、そしたらね、ボツですよ、うん、その回は。厳しい。あったかもしれない、過去にあったかもしれない。全部納得するさ、4問でさ、やられたらもうなんか嬉しい。まあね、俺たちとしてもそういうのってやっぱりさ、めちゃくちゃ嬉しいんじゃない。あー、これ翔介はめちゃくちゃ嬉しいよね。いい回だな。本当ね、見てないよ。見てないと思ってはあー、いい回だな。ここに着地するまでがちょっとやっぱすごかったね。今日はちゃんとなりましたよ。面白かった、4問とも。はい、はい、いい問題でしたね、うん、はい。高評価ボタンお願いします。じゃあ、おお、これはなんだ、机めっちゃ動いてる。これはウミガメのスープのカードゲームの1と2じゃないか。すごい、これは AT とね、はい、まあ、あと一部僕も問題作ってるわけなんですけれども、あとパグさんなんですけどもね、はい、全国の雑貨店、玩具店、書店などで販売中でございます。一つに84問入っておりますので、今日のね、視聴者の投稿面白かったという方はカプリティオが作ったウミガメも解いてみてください。そしてですね、問題の方もまだ募集しておりますので、うん、概要欄にありますリンコのツイッターのダイレクトメールまでオリジナルの問題をお送りください。お願いします。はい、以上本日のカピティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。